こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。今週、先週ですね、シドニーのニューサウスウェールズゴルフクラブという、非常に名門というか、いいコース。マスターズのね、オーガスタを作った、そしてサイプレスポイントを作った、設計者が作った、すごいいいコースで、いいコースということは、とんでもなく難しいコースでですね、初めに先月行った時はもう13ホールぐらいで残りね2、4、6ホール残ってる状態でもう帰ろうかなと全く歯が立たないねという感じでね、景色は綺麗だけど嫌になっちゃったというね、ゴルフ場です。ところがね、結構、先月このゴルフ場行ってからたまたまかなんかついてることが何度かあったんで、ひょっとしてね、相性いいのかなと思って、今月また行ってきました。で、一度回ってるんでね、コースの具合も分かってますし、グリーンがね、難しいってことも分かっていた。そしてね、ちょっと風が弱いってこともあったんですけど、あれ、そんな難しかったっけなという感じでね、結構楽しく回れました。で、結局ね、何が言いたいかというと、初めてやるときってすごく心配だったり、すごく大変だったり、まごついたり、どうすればいいかわからなかったり、すごい疲れ切っちゃったりするんですけど、一度やってみりゃ二度目はね、そうでもないと。ね、一回目で苦労したのが嘘みたいって感じのことって、たくさんありますってか、ほとんどのことはそうだと思いますね。初めてのときは大変だけど、二回目以降は簡単と。じゃあ初めてのとき大変なときどうしたらいいか。一人でね、初めての人一人で行くと大変ですし、初めての人同士で行っても大変なんですけど、一度行ったことがある。できりゃね、何度も行ったことある人と一緒に行くと、注意どころとかね、コツとか教えてもらって結構楽しく回れます。これはね、私が今教えてる Amazon 輸出もそうですし、以前本業にしていた不動産の取引なんかでもそうですし、やっぱりね、素人同士が集まってもなかなかいいアイデアは浮かばないと。きちんとした人についてきてもらうと、苦労がね、他の人が苦労しての嘘みたいっていうふうに楽になるということは多々あります。そんな形で、すごい難しいと思ったコースがね、2回目は拍子抜けするほど楽しく回れちゃったもんですから、やっぱり初めの1回目が大変なだけなんだなと、特に大変なことをやるときはね、慣れたガイドをつけるのがいいんだなと、日本のゴルフ場のキャディーさんっていうシステムは素晴らしいなと思いました。キャディーさんはね、私できないんですけど、他のお金を稼ぐ方のお手伝い、Amazon 輸出のサポートはできますんで、ネットでお金を稼ぎたいという方はですね、Amazon 輸出のサポート、ちょっとチェックされてみてはいかがでしょうか。こちらのですね、こちらのメルマガだとお届けしてないんですね。転売王と検索していただくと、ね、Amazon 輸出の話いっぱい出てきますね。動画やら、ブログやらですね。そちらの方で登録して情報をチェックしてみてください。以上、天文アカデミー、堀秀夫でした。